QVC マリンフィールドです。高校チーム対埼玉西武ライオンズ24回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はルーキーの、対するライオンズの先発は右の渡辺、以上の両先発。今シーズン最終戦、まもなく試合開始です。さあ注目の立ち上がり、バッターは石毛。第9ボール、これはわずかに外れています。第2球外れた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目。打った、ヒット、ボールは中継、石毛ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。高校チーム内野陣はゲッツー体制。初球外れても慎重に攻めてきます。一塁牽制、一塁タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て、もう一度一塁牽制球です。タッチはセーフ。投球これから2球目、パームはボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク。第3球はキャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。石毛今シーズン13個目の盗塁を決めています。第4球を投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウントは3ボール1ストライク。2塁タッチはセーフ。かなりランナーの動きを警戒しています。打った、これは強烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、センターからセカンドへ。ライオンズまずは1点先制、1対0。さあこのピンチで迎えるバッターは秋山。第1球ストライク、タイミング合いません。第2球低め際どい、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を空振り、肩越しにランナー見た。第4球を打った、ショート右へのゴロ、ボールを掴んだ、一塁送球アウト、ワンアウトランナー三塁に変わります。さあこのピンチで迎えるバッターは中西。第9球アウトローを見送ってストライク。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、センターへ飛んでいる、大きな当たり、ヒットになります。センターからセカンドへ。ライオンズリードを2点に広げます。2対0。ランナー1人を置いて迎えるバッターはメヒア。第1球見送ってストライク。セカンドランナーちらっと見た、投げました、これは見送ってボール、これは外れます。カウント1ボール1ストライク。第3球3球目空振り、1ボール2ストライク、追い込んでいます。投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは中村。第1球ストライク、バットが空を切りました。第2球投げました、ナックルカーブ見送ってボール、外角高め、これは外れます。カウント1ボール1ストライク、見送ってボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。4球目空振り、肩越しにランナー見た、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。1回の表が終わって2対0、高校チーム先制点を奪われています。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、直球空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、低めボール球打った、これはセカンド真正面、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター第9投げた、初球から打ってった、内野ゴロ、浅村取った、セカンドから一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。第9投げた、ボール、これは外れます。第2球
投げた、低め決まってストライク、投げました、シュートは空振り、投球これから4球目、ストライク、空振り三振。渡辺上々の立ち上がりを見せています。1回の裏が終わりまして2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは筒香。第9、投げました、変化球ストライク、インローへ、まずは入れてきました、投げました、外をストライク。第3球を投げました、ストレート、空振り三振。見事なピッチングです。バッターは角中。第9、投げました、パームボール見送ってストライク。第2球、ボール少し中に入ったか、カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライクです。投げた、4球目ストライク、次は5球目、ストライク、見逃し三振。そして次のバッターは伊藤。第9、ストライク、少し迷ったか、さあ次の投球、投げた、アウトロー際どい球、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ストレートはボール、カウント2ボール2ストライクです。直球、空振り三振、3者連続三振。この回見事な投球でした。2回の表が終わって2対0、ライオンズ現在2点をリードしています。2回の裏、2点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッターはスイッチヒッター、シーズン最多2塁打数更新を狙います。第2球、投げた、2球目空振り。第3球を投げました、インコース外れてボール、バッターよく見ました。カウントは2ボール1ストライク、投げました、4球目空振り。第5球、投げました、三振、2者連続三振。バッターシーズン最多本塁打記録まであと3本としています。第9、投げました、初球外れてボール、投げました、2球目空振り。第3球を投げた、打ちました、セカンド左抜けるか、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは背番号47、第9、投げた、初球空振り。第2球、投げた、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、膝元、ボール、カウント1ボール2ストライク。次が4球目、投げた、打った、センターへの打球、ヒット、ヒットを放ちました。バッターは第9、まっすぐ見送ってストライク、投球これから2球目、空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、打ちました、浅村ボールを取る、アウト、3アウトチェンジ、1塁ランナー残塁に終わりました。2回が終了しまして2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。ライオンズこの回1番からの好打順になります。バッター石毛、シーズン最多2塁打まであと6本としています。ボール、さあ次の投球、投げました、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボール。第3球を投げました、危ない球、ボール、大きく外れました。カウントは3ボールノーストライク、投げました、ここはフォアボールになります。ストレートのフォアボールを与えます。高校チーム内野陣はゲッツー体制、投げました、打ちました、当たり損ない、掴んだ、一塁へ送る、アウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは3番秋山、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか、ボール、セカンド牽制球です、二塁タッチセーフ、投げました、見送ってストライク。第3球、
打った、フラフラっと上がった、セカンドが落下点に入りました。取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。中西第9、外れた、ボール。第2球投げた、高速シンカーはボール、カウンター2ボール。投球はこれから3球目、シュートはストライク。第4球を投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。さあ投球は5球目、打ちました、セカンド真正面、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー石毛残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0、ライオンズスコアボードに0が入ります。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9、投げた、ボール、まずは低め。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール、わずかながら外れています。ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げました、空振り。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9、外側決まってストライク。第2球投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。投球はこれから3球目、内角へストライク。第4球を投げました、低め際どい、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、シュート、空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。直球ストライク、低め。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、ボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。インコース空振り、タイミング合いません。投球これから5球目、見送ってボール、ボールカウント3ボール2ストライク。投げた、打った、ボールはライナーで左中間へ、取って、これで3アウトチェンジ。 QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対埼玉西武ライオンズ、3回の裏が終わりまして2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。バッターメヒア、これが2度目のバッターボックス。第2球打った、セカンドの左、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター獅子の大砲中村、第1打席はセンターフライに倒れています。見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、取った、ピッチャーから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは筒香、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、変化球ストライク、インハイへ、キレのある変化球。投球はこれから3球目、打ちました、バックしていった、取りました、これで3アウト。最後はバックに助けられました。4回の表が終わって2対0、ライオンズ無得点で終了です。高校チーム、この回は上位打線から始まります。バッターは最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球外れても、第2球投げました、インハイの直球はボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、ボール、ここはよく選びました、カウントは3ボールノーストライク。投げました、変化球外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。バッター第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。タッチセーフ。第9ボール、初球外してきました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボール。投球はこれから3球目、低めボール球打った、中村交代、ライナー、これはヒットになります。ボールが点々と転がっている、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。バッターは4番、今日の第1打席はスイングアウト、インハイ際どい球、ボール、
バッターよく見ました。投球これから2球目、もうわずかながら外れています。カウントは2ボールノーストライク。投げた、シュート決まってストライク。第4球を投げた、空振り。投球これから5球目、打ちました、三遊間破っていった、あっと弾いた、取れない。高校チーム1点返しました。そして今拾い直した。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、シーズン最多本塁打記録まであと3本としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、外角高め、空振り。投球は3球目、投げた、3球目空振り。次は4球目、投げた、打ちました。これは平凡なレフトフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー2人を置いて迎えるバッターは第9球投げました、初球決まってストライク。まずは見送りました。初球ストライクからボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、ストレート空振り。少し迷ったか。投球これから4球目、打ちました、浅村ボールを取る、二塁アウト、一塁送球アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。高校チーム同点のチャンスを逃しました。4回までが終了しまして2対1、高校チームこの回1点を返しました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは角中、今日2度目のバッターボックス。打ちました、初球打ち、掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは伊藤、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。外れた、ボール、慎重に攻めてきます。第2球低め、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター石毛、これが3度目のバッターボックス。投げました、初球空振り。第2球ボール、アウトコース高め、これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンソン、打った、セカンド右への打球、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって2対1、ライオンズこの回の攻撃は0で終わっています。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。フォークボール見送ってストライク。第2球投げました、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、見送ってボール、カウントはツーボールワンストライクです。さあ4球目、まっすぐ空振り。第5球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球外れてボール。第2球投げた、いいハイ、空振り。投球は3球目、投げた、決まってストライク。第4球は打ちました、1、2塁間のゴロ、破ってった、ヒットを放ちました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。続くバッターは今日の第1打席はスイングアウト。第9球スタート、二塁送球はどうだ、判定はセーフ、盗塁成功。今シーズン40個目の盗塁を決めています。第2球投げた、これはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球をストレートはボール、ここはよく選びました。
カウントは2ボール2ストライク。タッチはセーフ、二塁はセーフ。第5球投げました、空振り三振。バッターはトップに帰って、今日はセカンドゴロとレフトフライ。第9球初球フォークボール空振り、タイミング合いません。セカンドランナーちらってみた、投げました、ボール。強気で攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、打ちました、ショート正面、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー残塁です。前半が終わりまして2対1、ライオンズ1点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。バッター浅村、今日3打席目。第9球初球外れても投げた、打った、ファインプレー、一塁へ送る、華麗にさばいてワンアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは秋山、今日はショートゴロとセカンドフライ。第9球投げた、インコース高めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、直球ストライク。投球は3球目、投げた、シュートはボール、高め、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、インコース引っ張った、ショートバウンド取った、一塁送球、軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。第9球投げた、初球を打ちました、これは打たされてファーストフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって2対1、ライオンズこの回0点に終わっています。高校チーム、この回は2番からの好打順。バッターは今日はセカンドゴロとフォアボール、投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、打ちました、センターへ飛んだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター第9球初球打った、ボテボテのセカンドゴロ、浅村ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはスイッチヒッター。第9球投げました、外角高め、外れてボール、バッターよく見ました、投げました、もうカウントは2ボール。投球は3球目、投げました、もうカウントは3ボールノーストライク。第4球を投げた、インコース外れてフォアボール、渡辺ストレートのフォアボールを与えます。第9球初球から打ってった、ヒット、二塁決定、三塁へ、センターからサードへ、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。今日は安打を放っています。バッターの高校チーム一打同点の場面を迎えています。第9球投げた、アウトロー際どい球、ボール、ここはよく選びました、ボール、内角へ、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク、空振り、一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁タッチセーフ。第4球を投げた、打った、ヒット、ボールは中継、高校チーム同点、2対2。ランナー一塁二塁となりまして、今日はセカンドゴロとレフトフライ。打ちました、初球打ち、ショートこれは守備入らない、アウト、スリーアウトチェンジ。QVC マリンフィールドからお送りしております。高校チーム対埼玉西武ライオンズ、中盤まで終了しまして2対2、高校チームこの回1点返して同点としています。第9球
高速シンカーはストライク。第2球投げた、ハームボール見送ってストライク。これで追い込みました。投げた、打ちました、ファールボール。さあ4球目、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク。見送ってボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール2ストライク。投げました、ボール。カウントは3ボール2ストライク。第7球を投げました、打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは獅子の大砲中村。今日はセンターフライとピッチャーゴロ。外角低め、ナックルカーブ外れてボール。投球これから2球目、空振り。第3球を投げました、ボール、完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。投げました、直球見送ってストライク。次は5球目、投げました、ナックルカーブ見送ってボール、フルカウント。次がラストボール、投げた、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。高校チーム内野陣はゲッツー体勢。投げた、高速スライダー、ボール、わずかに内側。第2球、2球目空振り。第3球を投げた、直球空振り、ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げた、ボール、カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、パームはボール、カウント3ボール2ストライクです。第6球を投げました、打ちました、取った、サードから2塁送球、2塁アウト。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは角中、今日は三振とサードゴロ。第1球初球を打ちました、1、2塁歓迎、アウト、3アウトチェンジ。1塁ランナー筒香残塁に終わりました。7回の表が終わって2対2、現在同点です。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃。バッターはこれが3度目のバッターボックス。第1球投げました、シュートはボール。第2球ボール、カウンター2ボール。第3球ボール、カウントは3ボールノーストライク。第4球は4球目ストライク。第5球投げました、際どい球選んでフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。バッター切れ味抜群の変化球投手、背番号37。第1球投げました、初球外れてボール、1球外します。第2球投げました、ボール、カウンター2ボールノーストライク。第3球は走った、キャッチャー2塁送球、間に合うか、盗塁成功。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。外野手は前の方に守備位置を取りました。第4球をここで送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、1塁送球、浅村取ってアウト、ランナー3塁に進みました。ワンアウトランナー3塁に変わります。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。さあチャンスが広がって、高校チーム最悪でも犠牲フライが欲しいところ。第1球投げた、初球外れてボール、これは完全なボール球。投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打ったいい当たりだ、打球はセンターへ、センター交代、ヒットになります。センターからセカンドへ、高校チームここで勝ち越しました。3対2、高校チームやりました。これで勢いがつきそうです。渡辺マウンドを降りまして、
右の増田、今日2番手としてマウンドに上がります。右バッターボックスは2番。ピンチヒッターは高校チーム鈴木ざまに代打を起用してきます。第9投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球打った、ヒット、センターバックホーム、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、今日はここまで3打数1安打1三振、高め際どいボール、ここはよく選びました。第2球投げた、インローを見送ってストライク、一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第3球ランナー走った、ボールを二塁へ送った、判定はアウト、刺されました。ライオンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。見送ってボール、カウントは3ボール1ストライク。次が5球目、ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは第9高速スライダーボール、まずは外角。第2球インサイド空振り、肩越しにランナー見た、ストライク、少し迷ったか。さあ4球目、流し打ち、切れていきます、ファウル。第5球投げました、打った、三遊間の打球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして3対2、高校チーム1点勝ち越しです。高校チームピッチャーを交代します。先発の7回2失点の好投でマウンドを降りました、ルーキーの今日2人目のピッチャーとして登板です。第9投げました、ストレートはボール、これはわずかに外れています。低めの球空振り。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、ストレートはボール、わずかに外れました。平行カウント、投げました、マリンボール見逃し三振。バッター石毛、シーズン最多二塁打まであと6本としています。今日4度目のバッターボックス、外角高め、カットボール外れてボール。第2球投げた、絶対痛烈な当たり、レフトへ行った、これはヒットになります。石毛ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。バッターは浅村、これが4度目のバッターボックス。第9投げた、低めストライク。第2球投げた、高速シュート、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、投げた、ストレートはボール、外角高め、カウントは2ボール1ストライク、打ちました、ピッチャー返し、うまくカットした、ショートから2塁送球、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって3対2、高校チーム1点リードは変わりません。8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターはシーズン最多本塁打記録まであと3本としています。初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。第2球、これは見送ってボール、外れて1ボール1ストライク。第3球をボール、バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク、投げた、空振り、伸びのあるストレート。さあ5球目、アウトサイド直球はボール、ボールカウント3ボール2ストライク、変化球、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。バッター、今日はここまで3打数2安打。第9投げました、打ちました、三遊間のゴロ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。
バッターも今日はここまで3打数ノーヒット。第1球ボール。第2球投げました。ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。外れた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました。打ちました。一、二塁間ライナー破っていった。ヒットを放ちました。初安打。バッターはショート第9球投げました。ボール。ここはよく選びました。ファーストランナーをちらっと見て投げた。打ちました。これはセカンド正面。二塁へトス。二塁アウト。スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁です。8回までが終了しまして3対2高校チームこの回無得点です。いよいよ最終回を迎えました。バッター秋山。高校チームピッチャー交代です。降板ルーキーの。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。第9球投げた。初球空振り。第2球投げた。打った。ファール。第3球を投げた。打った。左中間のフライ取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは中西。今日4度目のバッターボックス。第9球投げた。カーブはボール。わずかに外れました。第2球投げました。高速シンカー空振り。投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。カーブはボール。外角低め。これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク。第6球を投げました。ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。第9球投げました。初球ムービングパスと空振り。少し迷ったか。1球目空振りからアウトロー。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。投げた。打ちました。痛烈。入れば逆転だ。伸びた。伸びていった。センターからセカンドへ。メヒアツーベース。今日初めてのヒットになりました。ライオンズダイソーを送ります。秋山二塁に入りました。さあこれが試合を決定づける場面となるか。高校チームバックホーム体制。第9球初球空振り。カーブに全くタイミング合いません。さあ次の投球ボール。カウントは1ボール1ストライクです。投球は3球目投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目アウトコース低め。外れてボール。カウントは3ボール1ストライク。投げた。ストライク。投げた。変化球外れた。フォアボール。この回2人目のフォアボールです。高校チームここは中間守備を取りました。打ちました。引っ掛けた。これは内野フライ。掴みました。これで2アウト。ランナーはフルベース変わりません。バッターは8番角中。これが4度目のバッターボックス。第9球打った。流し打ち。ショートバウンド。ボールを掴んだ。うまくさばいています。ゲームセット。高校チーム1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対2高校チーム僅差で勝利しています。勝利投手は対戦投手は渡辺。そして西武は実況担当は堂前秀夫で QVC マリンフィールドよりお伝えしました。